東京大学の赤門が現在開かない門になっていますそのわけとは東京大学のシンボルとして知られる通称赤門今日大学を訪れると門は完全に閉められ前には立ち入り禁止の柵も歴史ある赤門に何が東京大学の赤門前には このように出入り禁止と書かれた紙が貼られていて、まさに赤図の門となっています。赤赤とそびえ立つこの赤門は、国の重要文化財に指定され、東京大学のシンボルとして広く知られています。東京大学によりますと、耐震診断をしたところ、耐震の性能が低かったため、 赤門門の通行をを禁止して門を閉めたとということですそもそもこの赤門は1827年に加賀藩13代藩主前田成康が建てたもので当時将軍家から姫をもらうときには門を赤くするという慣習があったためこの特徴的な赤塗りの門となりました。誕生から およそ200年町の人からも愛される赤門そのためか門の周辺には赤門の名前のついた店が多く見られます60年以上の歴史を誇るこちらの赤門そばの店主も門の閉鎖に寂しさを感じていると話しますまあ寂し,しいよねいつも

前のようにまた戻ってもらってあの、そこで記念写真を撮る人とかね、とても多かったんですけど、そういうのが戻ってくるといいなと思います今後はさらに細かな専門的な診断をするとしていて、安全の確保ができるまで、この門は閉鎖を続けることとなっています。